はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。昨日、松戸駅で政治活動やってまいりました。雨降ってたんで、高架下っていうか、デッキ下っていうか、そういう濡れないところで、できたんですけれども、とある女性、NHK 集金人に、このマンションは、ケーブル入ってるから、まあ、ケーブルテレビですね。ケーブルテレビのケーブル来てるんだって、テレビがなくても、契約することになってます。と、騙され、テレビがないのに契約してしまった。ちょっと騙される方も、騙される方だなーってちょっと思ったんですけれども、まるで詐欺じゃなくて、詐欺そのものですよね、これね。いろいろアドバイスして解決できました。ありがとうございます。NHK 職員はですね、自分の貯蓄以外に NHK 年金基金っていう財産を持っています。4371億円。これ、公表されて、おったのを発見して、持ってまいりました。職員数1175人なので、一人当たり4370万円の資産を保有しております。老後2000万円問題の、まあ、倍以上ですね。支給額は月額、NHK 年金ね、5、60万。この他に国民年金ももらいますね。積立金は NHK が半分出してくれる。60歳で支給開始後、すぐに亡くなったとしても、80歳までの分、20年分、つまり、まあ一番低くて月額50として、年間600、20年分だから、1億2000万円は、支給されるっつ、至れり尽くせりであります。ですんでね、総資産、NHK の総資産が1兆2720億円でしたっけ？職員の資産が4371億円あるっちゅう。皆様の受信料ですよ。もちろんこれ、ぼったくりすぎなんだよ。ぼったくり。受信料もっと安くできんだろ、こんなに金あんだったらさ。今日も元気に国葬植えめろ安倍側の皆さんが安倍勝つ、23日神戸おじいちゃんたちがあがめろデモ、これ主催者発表で400人って言ってるんですけど、じゃあなんで全景見せないのっていう話。 NHK デモは全景見せられるよ。2、300いること間違いないんでね。9月23日夕方新橋で植えめろデモ、こっちはそこそこ集まったらしく全景見せております。世紀末だな。これもちろん、全共闘でデモをやってた皆さんが初期メンバーのままやってますね。多分日中芝公園に集まってやってたデモのはしごです。1日2つもデモ出ると、まあ、疲れるでしょう。お年もお年なんで。でももうちょっとで安倍が納めとなりますんで、雨に濡れながら頑張ってください。9月23日17時頃新宿西口地下街に小池晃が来て、安倍がまたね法律違反だの憲法違反だの嘘800こいでおりました。主体は肉球新党チーム。この人ちょっと日本人の目ですかこれって思うんですけれども、まあ、こんな連中ね。ソ連風のプラカード、もありました。なんでもパクるし、何でしたっけ、アンチファ芝木隊の旗も、アメリカのアンチファのそっくりそのままパクってるし、この人ら27日国葬ったら脱力するんでしょうね。勇者ごっこの生きがいのなくしてね。国連総会ニューヨークで、キッシーの斜め後ろにユン大統領が押しかけ腰掛け30分ほど話しかけたそうであります。韓国政府日韓首脳会談開催、日本政府ユン大統領と懇談。キッシーの対応が超塩で、政府寄りの中央日報がキーモンで心配してブスッとした症状のまま黙ったままの岸田首相を前にユン大統領は懸命に話し続けた、なんつってユンを擁護する記事書いてしまいました。短時間で終わらないように少しでも時間を長くしようとしていた。まるで詐欺師がですね、
一生懸命カモに話しかけてるような感じで、非常に気持ち悪いんですけれども、日本側関係者の話として何も成果がない中で、会いたいというからこちらは会わなくてもいいのに会ってやった、貸しを作ったなんて言ってたそうであります。中央日報の記事なんで本当か嘘か分かりませんけれども、ネットの話、手が離すこと何もないよね。時間の無駄だもんな。どんな約束したって守る気ない相手と会談したって意味ない。そりゃ仏頂面にもなるだろうよ。話題ないし、会ったとしても約束守んないから話す意味がない。朝日すらユンを擁護できない。聞くだけで一切答えないしさ。どうせ懇談終わった後は岸田の悪口でも言ってたんだろう。キッシー、ああ、訳さなくていい。これはさすがにキッシーに同情。キッシーは外務大臣としてですね、2015年日韓合意、軍艦島世界遺産登録の時に韓国政府に騙されまくり、煮え湯飲まされまくり、なんで2回も騙されんだみたいな批判ありました。岸田外務大臣は、どこまで人がいいんだ、お人よしなんだ、いうようなですね、韓国政府がどういう相手だか、分かってない全然という批判もありました。韓国に不快感を持っていると推察できますけれども、まあそれが総理として優秀かどうかはまた別問題ですよ。NHK のネット課金やですね、コロナ復興増税なんかしたら許さんっていう。朝日新聞もキーモンで同様の内容の記事を書いてたようであります。ストーカーに付きまとわれている気分でしょうね、キッシー。決め事守らないんだから話すの全然無駄ですもんね。むしろ竹島盗んでる敵国なんだから断交が正しいあり方。日本改革党は日韓断交、竹島奪還を目指します。それを主張させて、いただきます。なので日韓友好イベントや日韓交流全部に反対。もちろん中国とも、米軍の韓国兵取扱いマニュアル気にするな、大したことは言ってない。見事に五七五にやってますけど、これそのまんま左翼標語にできるな。論より大声嫌がらせ、気にするな、大したことは言ってない。日本側は必要ないのに会ってやって貸し作ったって思ってるみたいですけど、決して恩を返さない相手、決して返さない相手には貸しは無意味ですよね。現に向こうの世論はユンの屈辱外交つって日本を逆恨み始めてますからね。恩を施すと恨まれる、そのまんまなんか儒教の影響なんだってこれ。韓国との国交やめた方がいいよマジで。本当にいくら日本製品を1日100億円も買ってるっちったって、それはそれ、これはこれだわね。反政府デモの逮捕者を兵士としてウクライナに送っていると、囚人を支援する団体 OVD インフォっていう NPO 法人が発表しました。大統領報道官、何ら違法ではない、それを認める発言もしております。ネットの反応、ロシアの断末魔かな、もう実質死刑じゃん。戦力にならないだろうし、人間の盾にでもすんの面倒だからウクライナに処分してもらうんだろう。いや、現地ですぐに降伏するだろう。降伏しないように後ろから狙っている。上官撃ったりしないのか。塹壕掘りや統治家作りなど土木工事かな、武器を持たされずね。これが左翼の理想国家。さらにロシアの囚人支援団体、10日から2週間の訓練で最前線に送られた囚人3000人が全員戦死と分析していると発表。ネットの話、死刑やんけ。刑務所の経費節減、まあ戦場では素人やもんな。さすがに全員戦死とかやばすぎ、捨て駒にすらなってないやん。反対でもした人たちも大勢いそう。一列に並んで撃たれるだけの簡単なお仕事。エンジョイ&エキサイティングする暇もなかった。反戦でも参加者を戦場に送って実質死刑にしてるっつうですね。いうのに日本の人権屋や反戦活動家はだんまりと。日本の平和活動家がやってるのは防衛妨害、自衛妨害活動なんで、こっちの方はお呼びじゃない。こっちの方は全然ね、眼中にないっていうのが本当のところでしょうね。にしてもですね、ロシアの反戦運動は命がけですね。
反戦デモに参加しと逮捕されて前線に送られる中、日本の安倍側の連中はぬるま湯だよな。何の危険もなくやりたい放題好き放題やってるしね、国葬反対デモだって警察にね、車の通行止めやって、守られてやってるっつーね、しかも連中はですね、ロシアのような社会に憧れてるっつーね、もちろん自分らが権力を振るいたい側、どういうわけか自分らが権力を振るえる側になると無根拠に信じきってこういう社会目指してんのね、安倍側が連日好き放題言いたい放題できるのも日本がいい社会だからですよね、だから根本から倒す必要なんかまるでない。政府はそんな倒すほどは悪くないという矛盾、連中はですね、暴力で権力を得たいっていうと外分悪いから、安倍総理を魔王に見立てた勇者ごっこをやってるわけであります。ごっこで事実はまるで違うから、そこ突っ込まれるとしどろもどろね、黙っちゃう。安倍は犯罪者だ、なぜなら安倍は犯罪者だからだとかめちゃくちゃに言ってる。これマジで言ってますんで、あいつら頭おかしいな、マジで頭おかしいなしか思えません。勇者ごっこももうすぐ終了っすね。ロシアの終了が見えてきて頂上であります。この際鼻血も出ないほど弱体化してコテンパになって、できたらね、小国に分裂してくれるのが我々にとっての国益であります。ロシアが勝てば調子に乗って次は北海道に攻めてくる、可能性すらあるしね。そういえば私書いた日本は超固体である、読んだ方も多いかとは思われますけど、あれ読んでですね、日本人になりすまして生活している外国人は発狂すっかな。だって我々とそういう人らは明らかに違うっていうことを書いてありますからね。私も5代前まで戸籍謄本公開しましたけれども、日本改革と支部長さん各位、みんなやった方がいいよ、受けがいいから、5代前まで戸籍謄本を公開と、受けがいいんで、右側のね、やった方がいいと思います。おすすめであります。まあ強制はしませんけれども、というわけで、メール党員さん大募集、あとなんだっけ、10月2日 NHK 解体デモ、スクランブル偽装をやります。そっちにもぜひとも参加してください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。